深刻の洪水被害を受けた定州では、臓器移植が盛んに行われている事実があります。2006年、ラジオサウンドオブホープは河南省定州市の第3、第5、第7人民病院を取材しました。インタビューを受けた医療スタッフはみんな、腎臓移植の経験が豊かで、温素血時間臓器の血流が止まってから、臓器を移植して血流が再開するまでの時間の短い腎臓移植が可能で、移植用臓器の供給源が多いことを主張しました。 ドナーはすべて若くて健康で、費用は3万元から7万元でした。この3つの病院は二級病院に過ぎず、本土の衛生当局の規定により、本来、腎臓移植を行うことはできません。しかし、定州第三人民病院の院長は、定州市第三人民病院、第七人民病院は、河南省で行われる年間の腎臓移植の8割を占めている、と述べました。 鄭州市の第7人民病院の医療スタッフによると、同病院では、平均で毎年数百人、少なくとも毎年100人余りの腎臓移植患者が手術を受けているということです。この病院には逆マッチングの仕組みがあり、病院自体が一定数のドナーを持っていて、ドナーの方が適合すれば、医師はすぐにドナーの臓器を取り出して、移植することができるので、臓器の疎血時間が非常に短いのです。 南省衛生庁の統計によると、当時の河南省で、24もの病院が腎臓移植手術を行っていました。鄭州では、鄭州大学第一附属病院、鄭州大学第五附属病院、河南中医薬大学第一附属病院、鄭州市中心病院、鄭州市第三人民病院、第五人民病院、第七人民病院などがあり、このほか、さらに各市にも少なくとも一つの病院が移植手術を行っていたということです。 小作、南洋では、いくつかの県立病院でも、大々的に腎臓移植がやっています。昨年は、軍病院と武警病院を除く、河北省各病院で合計553件の腎臓移植が行われました。河南省の24もの病院のほか、7つの病院では肝臓移植、3つの病院では心臓移植を行っています。アポロ新聞が Google ググで、定州の臓器移植を検索した結果、457件の結果が出ました。